ウルバン・ヤーネ、ウルバン・ヤーネ、アーバン・ハジャーン。1641年12月20日から1724年3月10日は、スウェーデンの医学者、作家、自然科学者である、イングリアのナイオンに生まれた。はじめドルパット大学で学んだが、戦争によりスウェーデン領に逃れ、ウプサラ大学で医学を学んだ。1667年に、オランダで移り、 数年を当時医学の先進地で学び、1670年にフランスのアンジェで医師となった。1678年にスウェーデンのムータラに理想的な光線であるメデビの光線を見つけ、ヤーネの式で医療や雇用の地として栄えさせた。ヤーネは200人を収容する病院と修道院を建てた。メデビでの活動で有名になり、ソトラなどの光線を発見し、 著作を残した。スウェーデン最初の科学者となり、鉱山学校の監督官になり、国王の資金で科学実験室が作られた。財力を蓄え、自らの実験室で薬剤を作った。科学や医学の成功の後、自然科学の著作を行った。有名な学者、エマヌエル・スウェーデン・ボリと共に働いたが、後に激しく対立したことで知られる。 文学の分野ではスウェーデン語によるゲッキロシムンダの創作をした。また魔女狩りが盛んだった時代に魔女狩りをやめさせる努力をした人物である。ありがとうございます。